じの。その駅のご当地名物を探すこのコーナー、早くも第3回か4回目ぐらいになってまいりました。こんにちは、住野です。今日は阪急向野荘駅でその駅名物見つけたでということで、よろしくお願いいたします。というわけで今日は阪急神戸線向野荘駅に来ております。向野荘というところは兵庫県の尼崎ですね。天のビバリーヒルズと言われているような、そのようなところで何やら夏限定のものがあるので、それを食べに行きます。尼崎のバス、虹バスも元気よく走っております。向野荘の駅前には全裸の像がありまして、暑いですよね。こっちこっちということで、暑いわ。確かに気温36度やしな。おまわりさん、全裸はこちらです。お前も全裸やろっていうような、ちょっと茶碗を入れてみました。海中映画みたいな、なんかサボテンみたいな、なんかに多肉植物があって、これはね、あのガメラ対レギオンの仙台に咲いた花なんですけど、そっくりでしょ。そんなで、ちょっと北上していきまして、交番前を右へ右折します。のどかな住宅街の風景、さすが向こうの層。ピーマン食べたらスーパー、みんなも踊ればピーターパン。これショートでもご紹介したんですけど、パプリカなんですよね。そんなピーマンことパプリカは置いといて、正面に氷の文字が見えてまいりました。この店がですね、今回のお店です。お店発見、氷と書いておりますので、かき氷のお店です。種類がたくさんあります。いろいろありましてね、美味しそうですよね。暑い夏にぴったり。今回はキャラメルマギアートを頼みます。A のご当地の品がやってきました。雲が乗っているような、このね、まるで金の塊を食べているようなかき氷、キャラメルマギアートです。ドン、実食ディフフ。というわけで食べてるわけですが、このキャラメルの甘いのと、この生クリームがかき氷に絶妙に合うということで、いやもうこれはね、本当なんか何食べてもね、口の中がふわふわと幸せになりますね。程よい甘さ、これに氷というね、もう口の中に冷たさと甘さがですね、カーニバルになってしまうというこの一品なんですけどね、そこにね、生クリームがふわっとくるんでね、私の口の中も大変に幸せ、至福のひとときでございます。すごいですよ、もうこれはですね、もうあんまりね、いちごとかレモンとかではね、味わえないような口の中の舌触りですね。ふわっとしたこの生クリーム、そしてこのかき氷の氷、もう口の中がもう本当にですね、どう表現したらいいのかな、とりあえずふわふわなんですね。ふわふわの競争曲と言いましょうか。もう口の中にね、ぎゅっと優しさと幸せがいっぱい詰まった、そのようなね、食べ物です。で、最後の最後までこのキャラメルマキアードのね、蜜の味がですね、ずっとあるのでね、大変にこの進んでしまうこのかき氷に、いちごスペシャルはこんな感じです。いちごにですね、練乳が乗っておりまして、これも美味しいです。そんな谷口日室さんはですね、火曜日と水曜がお休みで、営業時間は午後のみとなっております。向野荘に夏に訪れた時には、ぜひご賞味していただきたい一品です。それではご視聴ありがとうございました。